マッチングアプリでいわゆるぼったくり店に連れて行かれたという被害相談が相次いでいることなどから警視庁が事業者に対し対策を求めましたシステムの改善、構築、ルールの整備等を推進していただきまして安全安心まちづくりの一翼を担っていただければと マッチングアプリを悪用した犯罪やトラブルでは他人の身分証や偽造したもので登録したアカウントが使われていることが多く警視庁は事業者に対し身分確認の徹底など対策を強化するよう求めました。 警視庁によりますと新宿歌舞伎町の周辺では飲食店で高額の請求をされるいわゆるぼったくりの被害相談が増えていてそのおよそ9割がマッチングアプリで出会った人物から誘われたものだということです。